明スのナージャは2003年2月2日から2004年1月25日まで朝日放送を制作局としてテレビ朝日系列で毎週日曜8時30分9時に前後1 0話が放送された東映アニメーション制作の女児少女向けアニメまた参院放送宮崎放送でも遅れネットで放送された本作品は放送当時から約100年前 20世紀初頭のヨーロッパとエジプトを舞台に主人公のナージャの母親探しの旅を物語の縦糸に据え双子の少年フランシスとキースとの恋愛劇を横糸として絡めた意欲作として制作された。キャンディキャンディやハイからサンが通るなどの1970年代の少女向け歴史タイアニメを模した作風が特徴であり、またヨーロッパをめぐる母親探しの旅には 世界名作劇場からのフランシスとキースとの恋愛模様には少女漫画からの影響が多分に見られる。また、作中でナージャが関わるエピソードの多くは貴族と平民、資産家と貧乏人などの社会的な身分格差に関わるものである。ナージャは舞台となるヨーロッパ各地で覚え込んだチロリアンダンスイタリアンフラッグショー。 フラメンコなどのダンスや特技の一つである歌を作中で披露する。番組途中までは冒頭で舞台となる都市名が読み上げられており、ヨーロッパ各地の風俗描写も本作品に彩りを添えている。また、大勢の美青年、美少年が登場するのも本作品の特徴である。本作品の放送期間に合わせて、歩美ゆいが手掛けた漫画版が仲良しに連載された。 詳細は、漫画の節を参照。また、サイドストーリーとして、ドラマ CD、明日のナージャオン的総話シリーズがある。本作品は、自動層を対象とした狙いが外れ、番組放送開始から終了まで一貫して、低視聴率に苦しみ、既存の本放送枠の視聴者から受け入れられない、結果に終わった。8月の平均視聴率が5.2%と、 日曜8時30分枠のアニメの過去最低記録を更新し、途中に一定の改善を見たものの最終的には6.8%という当時最低水準の平均視聴率に落ち込んだ。全番組のお邪魔女ドレミシリーズのみならず、直前に放送されていた同じ投影制作バンダイ提供のスーパーヒーロータイムにおける 仮面ライダー555の平均視聴率9.3%からも大きく引き離され、小道具をモチーフにした女子向け玩具の制作販売を担当したバンダイの業績に影響を与えた。本作品の終了に伴い、14年間にわたって、同枠の放送作品のプロデューサーを担当した関広見はじめ多くのスタッフの交番人事が行われ、5番組の二人はプリキュアは、 ワシオ・タカシプロデューサーを中心とした体制に切り替わった。ナージャが不審に終わったという点は、東映内でも認識されており、今日に続く長期展開となったプリキュアシリーズも制作当初は成功が不安視されていた。このことについて2009年のフレッシュプリキュア以降のシリーズのプロデューサーである梅沢厚人氏は、明日のナージャが1年で終わったので、 二人はプリキュアも短命だろうと思って、とインタビューで回想している。東映アニメーション常務取締役で経営面を担当する西広太郎もあまりヒットしなかったと発言している。その一方で、他作品と同じく本作品も欧米での放送がなされ、各国語の翻訳、吹き替えが行われており、この中でしばしば海外では成功を収めたと主張される傾向にある。 西広太郎は2005年に海外展開に関するインタビューで1 9 3、ナージャを例示しているが具体的な売り上げなどには言及しなかった。またどのような点が異なる点であったのかなど詳しい説明は行われていない。劇中音楽に関しては2008年度に海外からの分配金額が最も多かった作品に与えられるジャスラック国際賞を得ている。イギリスの首都 ロンドン近郊のアップルフィールド個人院で育った少女、ナージャは13歳の誕生日を迎えようとする頃に亡くなったと思われていた母親が実は生きていることを知らされ母が初めての舞踏会で身につけたドレスと母の引き帳を譲り受ける。個人院を飛び出したナージャは踊り子として旅芸人のダンデライオン一座に加わる。旅の途中でナージャはそのブローチを付け狙う。 二人組の探偵ロッソとビアンコ、ナージャが、星の瞳のナイトと名付けた、ハーコート公爵家の冷則フランシス、そして世間を騒がせている仮面の怪盗黒花と、遭遇する。パリへ巡業に訪れたナージャとダンデライオン一座は、送られてきた日記を手がかりに、ナージャの母親を探し求める。おばばに連れられて、使いに行った際、モンテルランプ人の舞踏会で、ナージャは会場に紛れ込んだ。 怪盗黒バラと再会する。一方、ナージャはますますフランシスへの思いを強めていく。ダンデラヨン一座が異門公園に訪れたレマンコ班の孤児院で、ナージャはフランシスと再会する。孤児院のための基金活動を行う理由を尋ねられた。フランシスは、貴族にはその身分に伴う義務があるという、ノブレス・オブ・リジをナージャに教える。しばしの王世を楽しんだ後、ナージャは、 フランシスとアサヒの中で初めてのキスを交わす。またナージャはそこでチロリアンダンスを子供たちに教えた。ベネツィアの特使家カルロが怪盗黒バラに狙われる。実はカルロに横領されていた寄付金を盗み出し貧しい人々に施す黒バラの姿に黒バラを悪人だと思い込んでいたナージャは戸惑う。また作中ではこのあたりからナージャの出生の秘密と 彼女を取り巻く陰謀の詳細が明らかにされる。かつて、オーストリア貴族の娘コレットは、平民レーモンとの結婚を、父親のプレミンジャー公爵に許されず、駆け落ち同然にして、ナージャを産んだ。レーモンが事故で死んだ後、本人も、重病から回復したばかりのコレットに、ナージャは死んだとプレミンジャー公爵は嘘を教え、ナージャは、乳母の手で、アップルフィールド個人院に預けられたのだった。 その後、冒頭息子のヘルマンを感動した、プレミンジャー公爵は、行方不明のナージャを探偵のロッソとビアンコに探させていた。一方、プレミンジャー家の爵位と財産を狙うヘルマンは、ロッソとビアンコを買収し、母子の証であるブローチをナージャから取り上げようとしていた。グラナダで、しばしの休暇を楽しむダンデライオンに一座。夏の暑い天候の最中、 一人で街を散策しに出かけたナージャはフランシスと再会する。再会を喜ぶナージャにフランシスはよそよそしい態度を取り続ける。そして別れの間際にグラナダの人混みの中にもう一人のフランシスがいるのをナージャは見つける。どちらのフランシスが本当のフランシスなのか。そんな疑問を心で繰り返しながらスペインでの公演を続けるナージャ。 闘牛シホセとフラメンコダンサーのカルメンの恋模様にも絡みながら。そんなある日、ナージャはアップルフィールド個ンで親友だった少女ローズマリーと顔を合わせる。幼い頃はナージャをナイト役に据えプリンセスになることを夢見ていたローズマリーは今はゴンザレス男爵家のメイドとして下働きの日々を送っていた。ナージャとの再会にさすがのローズマリーも喜んだが、 パーティー会場にドレス姿で品格として招かれたナージャを見て嫉妬にもえる。これ以降、ローズマリーはロッソとビアンコ、ヘルマンらと手を組み、ナージャの母親探しを妨害するようになる。一座がスペインを去る頃のホセの死は、今後のストーリーの暗雲を暗示するかのようである。巫女のストーでフランシスと出会ったナージャは、思い切ってグラナダでのことを尋ねてみる。 動揺したフランシスは双子の兄、キースの存在をナージャに打ち明ける。フランシスの兄、キースは金持ちから盗んで貧しい人々に施すため、怪盗黒原として悪事を働いていた。一方、フランシスは自分が行った寄付が原因で潰れてしまった孤児院のことを知らされる。裏目に出た善意を償うために廃墟となった孤児院で、 雨の中フランシスはレンガを積み続ける。泥まみれのフランシスをナージャは複雑な気持ちで見守る。ナージャの母親の日記に書かれていた考古学者ハリソン教授を訪ねてエジプトを訪れたダンデライオンに一座。ハリソン教授はすでに亡くなっていたが教授の教え子でイギリスでナージャの知り合いになったクリスチャンストランドからブローチの中の指輪の紋章が プレミンジャー公爵家の紋章であることを教えてもらう。しかし、ようやく母親への手がかりをつかんだ矢先に、ピラミッドの中でナージャはブローチをロッソと、ビアンコに盗まれてしまった。ブローチを手に入れたヘルマンは、ローズマリーをナージャだと偽って、プレミンジャー公爵に引き合わせる。プレミンジャー公爵家を訪ねて、ナージャとダンデライオン一座はオーストリアまでやってきた。 ナージャに同情した新聞記者のハービーは盗まれたブローチについての記事を書く。かろうじてヘルマンの手からブローチを取り戻したキースはブローチをナージャに手渡して力尽きる。しかしローズマリーの演技とヘルマンの観察によってハービーの記事はローズマリーが黒バラによってブローチを盗まれた記事に差し替えられてしまう。母親のイルウィーンで母の形見であるドレスに身を包み、 シュトロハイム伯爵夫人のパーティーに潜り込んだナージャは、ナージャの名を語るローズマリーと出会う。質問するナージャを巧みに欺いて、ドレスを取り上げたローズマリーは、ナージャをパーティー会場から追い出し、目の前で母親の形見のドレスを引き裂く。ローズマリーにより、ウィーン警察に追われる身になったナージャは、疑いを晴らし身の証を立てるため、一人でイギリスへ旅立つ。 最後にナージャは自分にかけられた疑いを晴らし、母親との再会を果たす。しかし、プレミンジャー公爵は、プレミンジャー家の後継者として、彼女を教育しようとも論む。ナージャはその目論みを跳ねつけ、母親と別れて、再びダンデライオン一座と共に世界に旅立っていった。ナレーションは、京田久子が担当。本作品により、朝日放送制作日曜朝8時30分枠の、 アニメは原画にも、東映アニメーションのフィリピン法人 TAP のスタッフが参加するようになった。作品が日本国外を舞台にしているからか、スタッフにも洋風の変名がいくつか参見される。それ以外の名前は前日の TAP のスタッフである。劇中の BGM は、前シリーズ、お邪魔女ドレミに引き続いて、奥慶一が担当した。 約100年前のヨーロッパという本作品の設定を受けて制作スタッフからはクラシック音楽を基本とした方向性が要請され中にはプロデューサーの席の移行で実在するクラシック楽曲を奥が編曲したものも含まれるそのため同じく奥によるお邪魔女ドレミシリーズの BGM が打ち込みと生楽器を活用したものであったのとは対照的に本作品では ほとんどがアコースティックな楽曲となった。BGM 録音は10時間以上に及び、約90曲の音楽及びそのバリエーションが用意された。本作品の BGM の特徴として、主人公、ナージャの踊り子という設定や、貴族の舞踏会などの場面のための現実音楽としての楽曲や、ダンデライオン一座が世界中を旅するという物語に合わせた、 様々な国の民族音楽を意識した楽曲などが豊富に用意された点などが挙げられる。また本作品では、ナージャの母が残したオリゴールとフランシストのダンスのメロディーなど音楽が物語の中で鍵として重要な役割を担った例も多い。この他、イトワールや飛べない天使など劇中で登場人物が歌う形で使用されたいくつかの挿入歌も奥自身が 作編曲を手掛けた。2009年度のジャスラック賞では国際賞を獲得している。放送形態は宮崎放送を除き、2003年5月中旬から6月上旬、時点のものとする。マーベラスエンターテイメントより、サイドストーリー及びテレビシリーズの後日談を収録したドラマ CD が発売されている。ありがとうございます。